正直にあの何でも答えて、うん、分かった。ビビリビリ、だからお父さんの親が有名人やったら友達できやすいんちゃう。どうもおはらチャンネルでーす。大丈夫ですか？今回は私のブログのとこで聖吉と聖八に何か、質問があれば、募集しました。はい、たくさんなんかいただきましたね、質問ね。そうですね、ありがとうございます。ということで今日は聖吉聖八質問返し、質問返し、はい、初めてですね。初めて。なんかお母さんたちが聞いたり、はい、なんかスタッフさんが考えたことを、そうですね、聞くことはあってもな、こうやって皆さんから直接、いつも見てくださってる方からの直接の質問やから、はい、正直にあの何でも答えて、うん、分かった。では一つ目の質問いきますね、はいはい、お母さんも楽しみ。名前がセブさんですね、はい、これは二人への質問かと思います。お料理企画が好きですが、今度は何を作りたいですか。うん、何作りたいですか。前ハンバーグすっごい美味しかった。ラーメン。あーラーメン、ラーメン。はじめグラタンって言ったけど、ラーメン作りたい。ラーメン作る結構ラーメン作るってさ、あれだ、なんかラーメンってスープが大事とか言うからさ。そうですね、あれ作んの。それじゃないラーメンやったら別に。主人はラーメンが作る。ラーメンってさ、はい、作るってあれ難しいよ。だから正直に答えてる。ああそうかそうか希望はラーメン。そうです、ね、で、ハチはほんまやって初めて言ったのグラタン。ラーメン。じゃあ次の問題。はい、じゃあ次の質問で、はい、はい、次どうぞ。習い事で何が一番好きですかっていう質問で、今ちなみに言うとスイミング、空手、ダンス、美術、野球、ピアノ、英語、空手言うたな、うん、そんな感じ。あ、野球も好きやな、うん、いいな、野球ね。一個だけ、うん、一個だけ選ぶとしたら、難しい。英語が一番好き。難しいな。一つは難しいわ。あれ、野球はどうなの。野球とアートはどっちか考えよう。アート、いや、好きなもん3つやったら、聖吉はピアノ、野村アート、ピアキュー。じゃあ次の質問です。木の木さんからの質問です。木の木さん、学校の休み時間は何をしていますか。ああ、外遊びしてる。それか折り紙とか射的もするな。射的、うん、係があってね、それでイベント会社をしてんの、うん、それで射的をイベントで最近やってんねんな、うん、それで、うん、射的、うん、があるのイベントで、うん、今銃あるから、すごいすごい、クローゼットの中で作った。うん、作った。家に残じりと子供用のナイフがあるから、うん、それで切ったりして作った。簡単な仕組みで、ここにまずかけて、それでここに挟む、うん、それでこれをもう一回押したら上に飛ぶ。一人が飛んでいっちゃった、ね、ハッチはトイレとか行ってる。トイレとか行ってんの。まあ準備や。遊ぶの。あ、20分休み遊んでるやん。20分休みの朝休みとか昼休みそうやけど、遊んでない時もある。で、2人一緒に遊ぶ時はある、うん、いや、あの休み時間の遊べる時は絶対、あ、絶対じゃないけど、会うよ。それは聖吉が会いに行くの。うん、普通の鬼ごっこして途中でたまに会う。じゃあ8が…だから聖八から入る。8は聖吉を見つけて行くの。はい、じゃあ次の質問です。ひまわりさんからの質問です。パパとママ、怒ったらどっちが怖いですか。お母さん。お母さんいや…お母さん、お母さん。あれ、お父さんは怖くない。いや、怖いは怖いけど、どっちかって言ったらお母さん、うん、お母さん怒る量も多いし、うん、怒る量も多いし。お母さんがさ、では次の質問です。あ、これはちょっと気になるかもしれないです。これは聖吉くんに質問です。やった。 YouTube に自分が出てることをどう思ってますか。
YouTube と思ってるし、でも YouTube はやりたい。でも載せて、まあだから、YouTube をするのは嫌じゃない。え、嫌じゃない。うん、マイコラとかもできるし、フントラックとかもそろそろ紹介できるし。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では次の質問です。はい、次の質問やね。スラッチかもしれんで、恥じない、お願い。あ、でも2人に質問です。お父さんとお母さんは有名人だけど、そのことで、学校や習い事先で何か言われたりしますか？めっちゃ言われる。いや、全然恥ずかしくない。めっちゃ言われる。言われません。言われません。いや、せいはちゃん言われるけど、俺めっちゃ言われて、それで仲良くなって友達何人も言われません。言われません。だから、お父さんのお母さん有名人やったら友達できやすいんちゃう？あ、では次の質問いきますね。ひーちゃんさんからの質問です。ひーちゃん？え？友達のひーちゃん。お父さんとお母さんの好きなところを一つ教えてくださいと。ないかな。あ、そう。ひーちゃんのお父さんのいいところは、やっぱお父さんのいいところ。お母さんのいいところは何でも買ってくれるところ。お父さんのいいところは何でもしてくれる。うん、な、いや、あの、買ってくれるとなんかしてくれるって思う。え、お母さんは何でも買ってくれるけど、お父さんの方が豪華ななんかを買ってくれる。じゃあ、じゃあそれはさっきね、じゃあつい先日やから何も言わんといてよ。お母さんは何でも買ってくれるところと、お父さんは何？何でも、例えば鬼ごっこしたいって言ったら、じゃあ鬼ごっこ時間余ってるから行こうかとか、うん、遊んでくれる。野村アートとか何でも買ってくれるんだと、お願い事を聞いてくれるみたいな。じゃあ次の質問です、うん、じゃあ2人とも大きくなったら何になりたいですか？プロ野球選手。おお、プロ野球選手。ハチは？ハチはなりたいものないの？ない。ない。でも清吉くんは野球なんですね。結構前からずっとやな、変わってないな、うん、あのゲーム、YouTube やったらゲームの実況する人か、はい、違うんやったら、はい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 、はい、どうぞ。ドラゴンボールのゲームをプロに入れて、ゲームプロ超えるから。ゲームのプロね。プロ超えるから。そんな年やな。で、世界一お金を、持ってる人やね。はい、じゃあ次、世界一お金持ってる人、それいいな、頑張ってね。次の質問です。エマさんからの質問です。今までいろいろなところへ旅行に行ったかと思いますが、一番良かったところ、楽しかったところはどこですかっていうふうな質問です。まあ、ホワイトな。ホワイト。ハチはどこが一番楽しかったですかやって。旅行で。今までで。ない。ない。どこも楽しくないやな、ほんなのもう。行かんでいいやな。じゃあ1ヶ月間夏休みずっと家の俺はハワイ行かんでいいから。まあ大きい、ちょこちょこいろいろ沖縄も行ってる、はい、ないよ、うん、和歌山とかもよく行く、淡路もよう行く、はい、あ、有馬、お母さん、ハチが、一番好きなのグアム、うん、この間、うん、ここ怪我したお母さん、こことここ怪我したお母さん、淡路ブリッジ、ネギが有名な淡路島。そうそう、淡路島楽しい。ゴジラの、あ、ゴジラの二次元の森ね。あー、そこは楽しいな。二次元、あのドラゴンクエストの、ドラゴンクエストか、ドラクエの世界行ったり、うん、ゴジラのなんかこんな世界に行ったり、クレヨンしんちゃんのワールドに行ったり、二次元の森な、うんうん、近くに、意外と近くにも楽しいところがたくさんあります。では次、最後、これはね、ちょっと僕も聞きたかったかもしれないです。はい、何でしょうか。花火さんからの質問です。清吉くん、清八くんのお互いのここがすごいいいなと思うところ、でここは直してほしいなって思うところ、それぞれ教えてください。いいところはない。それと、直してほしいなっていうことは腹立つことをしない、はい、で、清吉は、あの、僕がゲームをしてるとき、この人がお尻で顔グリグリと俺の顔したから、それをやめてほしい。なんだ俺。だからそれを直してほしい。でもあなたが腹立つことをするから。違う、僕はあなたが腹立つことをするから嫌味を。あの、じゃあ例えば、じゃあお友達とか知らない人とかに、あの、
自分の兄弟でじゃあ清八ですって言って紹介した時に、なんかさこういう人だよっていうのでもいいよ。面白い人だよとかさ、わかんないけど。いや、嫌な人だよ。そんなこと言わないやん。嫌な人ですよ。お互いそうやって嫌な人です嫌な人ですって紹介するのか。でもさっきハチお兄ちゃんゲーム得意って言ってなかった？え？ゲームが得意って言ってなかった？まあ得意は得意だけどめっちゃうまいよ。うん、めっちゃうまいけど、うん、ハチは映画上手やん、めっちゃそういうのいつも。でお兄ちゃんから見てハチのいいところは、これはいいなって思うの？ないない、あんまりないの？セリフもない。ほな他の兄弟でええんか？お母さんもない。他の子連れてきてええんか？いやけど3年家族やセリフ取りなくなって野球みたいにさ、知らん人とかやってイエーイイエーイキドルどうする？大したいつもさ、お姉とかさ、俺のことをチューすんの。いや、分かんない。それはじゃんな。よう チューし合ってるやん、なんか。よく分からんけど。仲は良かったっていう。ありがとうございます。ありがとうございました。まだまだ質問は来てるので、はい、また聞いてみたいと思います。なんかグダグダなことも、あの返しも多かったですが、すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。お母さんさ、いつもおならするしさ。え、おならする？それはお父さん。お母さんのさ、それはお父さん。お母さんのさ、おならめっちゃ臭いね。それはお父さんやろ。